というわけで今日はタイガーパークにやってまいりました。タイガーパークもね今回初めてなんですけれども、パタヤ観光といえば、まあ、タクシーなんかにね観光案内のパンフレットがありまして必ず載ってます。まあ、僕はパタヤに住んで1年間こういった観光名所っていうかそういうところ全然行けてなかったんですけれども、今回日本から旅行に来られた方々と一緒に体験させていただけることになりました。こちらはですねジョムティエンの、まあ、スクンビット通り、チョコレートファクトリーからも歩いて行ける距離にあるんですけれども、まあ結構大きな施設ですね。トラちゃんと一緒に写真が撮れるということで、まあ、これまでも人生の中で、象を乗らせてもらったりコアラちゃん抱っこさせてもらったり、日本でも動物園、まあ、例えばワールドサファリみたいなとこありますよね。動物が間近で見れるみたいなところ行かしてもらったことあるんですけれども、まあ、個人的には動物との触れ合いっていうのはあんまり得意な方ではないんですよね。まあでも何事も体験、これが大事だと思いまして、今日はちょっとね張り切って入場してみることにしました。うわこんな間近にトラがゴロンと寝てますね。今回は車に乗って、回ってもらうプランを申し込んだんですけれども、ライドインザフォレスト500バーツぐらいですね。まあ実際トラと触れ合うとなると4種類のコースに分かれてまして、まあ、ちっちゃいのからスモールタイガーが599バーツ、ミディアムタイガーは699バーツ、そしてビッグタイガーが799バーツ。でもって生まれたばっかりのスモーレストタイガー、あの赤ちゃんですね。これは799バーツ。これ結構全部と触れ合うとなると料金がねかなりかさみますが、ネットで予約すると安くでチケットが買えるプランもありますので、また詳細欄にリンクを貼っておきたいと思います。まあ、僕は今回触れ合いはなしでこの車でちょっと森の中を回ってもらうというプラン、ちょっと待ちましたけど早速乗り込みました。このタイガーパークなんですけれども、まあ、結構トラちゃんに対する配慮がすごくて、ここの理念みたいなものがあるんですけれども、例えば鎖とか薬でトラを制御しないことであるとか、できる限り自然環境に近い状態で育てて、まあ、トラの平均寿命20歳ぐらいまで、まあ、寿命を全うさせるとかですね、また30年以上にわたってこのトラのことを研究してきた熟練した飼育経験があるとか、またここはトラの養殖所ではないのでトラの毛皮とかまた漢方薬なんかにするために取引することはないと、まあ、こういうのがタイガーパークパタヤの理念として掲げられております。まあ、ここタイガーパークパタヤのトラはもう生まれた頃からずっと人と一緒に暮らしているので人を攻撃したりすることがないというのが売りなんですけれども、まあでも初めて触れ合うのはやっぱりちょっと怖いですよね。早速、トラが道の真ん中に、横たわっております。あこっち見てますね。まあここで一旦ストップして無理に突き進むこともなく、もちろんクラクション鳴らしたりすることもなく、まあこうやってね周りにもトラがいてますのでそちらを眺めながらじっと待つこと、しばらくするとこうやって勝手にトラちゃんの方から去っていきました。反対側の道路に行ってねまたくつろいでおられます。いやーでもこれだけ至近距離で見るとすごいでかいし迫力ありますね。ちなみにここのタイガーパークではちょっとした注意事項がありますのでそちらもちょっとお伝えしとこうと思うんですが、トラには正面から近づかないようにしましょうと、それから小さいトラに自分の手を舐めさせないようにしましょうと、そして大きな音を立てたり必要以上にトラに呼びかけたりしないようにしましょう。あとカメラのフラッシュですね、こちらはやめてくださいと。あとトラを触った後はしっかりと手を洗いましょう。そしてヒールや革靴の方はサンダルに履き替えてくださいと。サンダルなんて思うんですけれども、まあ、トラちゃんを怖がらせないようにということですね。これねこの専用の車で回ってくれてるんですけれども、まあ、トラと遭遇すると、まあ、どっかに、ね、トラちゃんが行ってくれるんですけど、その行ったところまた通らなあかんのですよ。そしたらまたトラちゃんと対峙して、そのうちトラちゃんがですね道を開けてくれると。いやせっかくくつろいでるのになんか申し訳ないですよね。でもこうやってね
移動するとまたすぐゴロンとくつろぎはる。いや、なんかこうやって見てたら可愛いですよね。ちょっと本当申し訳ないんですけれども、車を見てそのまま歩いて立ち去ってくださっております。いやー、でもそれにしてもむちゃくちゃいっぱいトラいてますね。ですごい毛並みも良くて健康そうで、なんか動物園みたいなそういう匂いも全くないですね。すごい清潔感があって爽やかな感じです。お、こっからは何やらまた新しいゾーンに入るんでしょうか。じーっとこれ待ってましてね、扉が開くのを開きました。車の中にはこうやって熱くならないように扇風機ついております。こっちにはね、でっかいトラがいっぱいいるんじゃないでしょうか。皆さん暑いのかゴロゴロ寝転んでおられます。まあ、こういう肉食のライオンとかトラってね、なんかずっとゴロゴロしてるイメージありますよね。このトラちゃんは水浴びしてたみたいです。いや、でもこんだけ至近距離でトラばっかり、こんなに見たん初めてですね。確かにみんなお利口さんで攻撃性は全く感じられないですね。なんか獲物を取る時以外はこうやってね一日中ゴロゴロしてるんでしょうか。なんか見てたら巨大な猫って感じもしますけれどもね。そうそう、猫好きの方なんかこれタイガーパークどうなんでしょうね。結構楽しいんじゃないでしょうか。あと子供さんはねやっぱりこれ興奮しますよね。あ、このトラちゃんはねなんかうろうろしてますね。歩いてますね。こっち来たり向こう行ったり、ゴロゴロしてるトラちゃんばっかりじゃなくてこうやってね、なんか動物園の中でも時々こうやって歩いてるトラ見ますけれども、何をしてるんでしょうか。お、こっち来ましたね。車についてきております。なんかこれタイガーパークやからいいんですけれども、もし本当に草原でこのトラと遭遇したらむちゃくちゃ怖いでしょうね。あー、なるほど、ここでゲージが閉まるわけですね。いや、多分時間にしたら20分ぐらいだったと思うんですけれども、これはかなり値打ちありますね。でこちらはトラとの触れ合いコーナー、こんな感じでね後ろから一緒に抱きついたりとか、なんかね飼育員の方も平気でこうやってねトラをグッと動かしたり、もう平気なんですよね。いやー、今回はねちょっと僕は触らなかったんですけれども、みんな一緒にね写真撮ったり楽しんでおられました。でこういうショップもありまして、もうトラグッズがたくさんあります。僕はタイガーパークの帽子を購入させていただいたんですけれども、子供さんなんか本当に楽しいし、いろいろ欲しくなっちゃいますよね。パタヤ来た時はぜひ水上マーケットのすぐ近くなんで、どっちも楽しんでいただけたらと思います。